皆さんこんばんは。新型コロナウイルス感染症と不況で私たち皆の生活仕事が激変しました。子どもたちにもストレスが多く押しかかっています。子どもの自殺者も増えています。小学生、中学生のお子さんをお持ちのお父さん、お母さん、お子さんが学校でいじめに遭っていませんか？お子さんがいじめをしていませんか？これはお父さんの責任です。コロナ禍でお父さん、お母さんも大変です。しかし、こんな時だからこそ、大切なお子さんを、お子さんから目を離さないでください。しっかり抱きしめてください。道徳教育の責任は父親であり家庭でなければなりません。しつけやいじめの問題は学校や教員の責任ではありません。父親の責任です。国家が、政府が、学校が道徳教育の中心としてはなりません。押し付けになってはなりません。道徳の言葉を調べてみると、善悪をわきまえて正しい行いをするための規範、行動や判断の基準となるべき普遍的な原則、道は人が従うべきルールのことであり、徳はそのルールを守ることができる状態と書かれておりました。道徳は違反に対し何らかの制裁を定める強制規範である法律や規則とは違います。例えば約束を守ろうは道徳、契約不履行の責任追及は法律です。道徳は人の内面性、理性と良心に基づく規範であり、反するときは自分が悪いことをしたと思い自分で自分を責める、心の中で裁かれるということになります。道徳教育は心を養い豊かな人生を生きていくためには必要なものです。日本語の自責の念に駆られる、悔恨の情に打ちひしがれる、罪の意識などの言葉はここから生まれたのでしょう。私たち国民が無意識のうちに日本に全体主義がはびこり始めています。政府は政府に反することを認めず、政権の不都合を認めず隠しています。ご指摘は当たらない、全く問題ないと言い放っています。政府に対する疑問や意見を国民自ら非難や断しています。個人の利益よりも全体の利益が優先だと騙しの理屈を唱える全体主義を許してはなりません。あなたはいかがお考えになりますか？よろしければチャンネルの登録、コメント、拡散をお願いします。